間に合ったんで6番。今一回始まったばっかりだよ。上がっついてくらいじゃないな。ちょっと逆に走られちゃったら。なんだよ今日猫パンチって。なんだよあれ。びっくりしましたね。いやでも向こうの方に行ったよ。あの逃げちゃもう無理だなと思いましたね。あ、ほんとやったらやった一緒に行くんでしょ。あわねちょっと食べたあのファーボが狭いラジオ聞いてよ。あのファーボ密件者だってね、逃げの枝照かすけど当たるんだって多いね。大竹大和です。鈴木も来た。鈴木さん間に合った。早く早く1点で1点。鈴木さん、今日抑えだ抑え。監督、レフトはレフト空いてるよ。レフト。あ、そっか、ごめん。足元、足元さ、そうか、落ち着いたらレフト空いてるよ。あ、ちょっと誰かやってよ、もうやだよ。じゃあじゃあファースト大変でこれ沈むんだから。わかる、わかる、わかる。こっちもじゃあファースト俺、内野嫌だな。内野やめた方がいいよ、マジで。やばいよ、俺もだ、ほら、この前さよならエラーしたから、もういいよ。あれはあれはすごくない。ファストが入ってる。鈴木さんで悪い。サトちゃんの後で、サトちゃんの後で。なんか補欠だ。10番だからシャーでなんか補欠だ。とりあえずだから守備やってもらうからさ。補欠だ。グラウンド状態があんま良くないから少し準備しようって。1週間入らないと言ったからね。オーナーそんなうるせえ人、うるせえ人じゃねえから。そうなんだよ。これからほら、甲子園とかなんかいろいろ発注するからさ、分かってるんじゃないかな。で、30分入って早く来てんの。え？大体大体。多分ずれると思う。ふざけんなよ。ふざ、でもずれたらやんないよ、多分。そうだろ？え？そうだろ？おかつくんだよ、タクシー。あのね。そんな簡単なことだね。忙しくねえのによ。みんなバカバカだからさ。山本とか武田とかさ。ああ、シャーリシャーリシャーリ。ああ、うまいうまい。もう来週は東京にいないんだから、多めに見てくれよ。今日お前、しょうがないと思う。来週強制参加っすよ。ダメじゃん、これおじやの靴なのに、ちくしょう。島流しにあるんだよ。新しい靴なのに、こんな来たら。サトちゃん、捨てちゃったんだよ。あれ言うな、おい。下降りて、下降りる。まのち、サトちゃん、とりあえず最終 DO 下降りたらすぐありますよ。下降りすぐ。すぐじゃねえ。階段降りて、まっすぐ行って、あ、左ぐらいに。ああ、そうだ、下でやったね。じゃあそこら辺でやっちゃえば。消しましょう。ああ、3番タムヤ。どっか守った方がいいの。うまいな。早いな。